どうも、ペルカチオの高橋達也です。皆さんお元気でしょうか。今日はね、さっきっていうか、まあ、午前中にレッスンがあったんで、そのレッスンの模様を皆さんに聞いていただきたいと思いまして、で普通の会社員の、男の子のテノールのレッスンなんですけど、今年から、まあ、コロナがね、始まって、普通に対面のレッスンもできなくて、まあ、日本にも帰れないので、オンラインでのレッスンをしております。で、まあ見事、エマちゃんの風邪をもらいまして、僕も風邪ひきまして、まあちょっと声ガラガラなんですが、まあ、歌声はそこまで変わらないと思うので、どうぞ、皆様、お聞きください。はい。そう、今みたいに、って閉まるじゃん、で、必ず息をちゃんと吸って、で、ちゃんと吸うときに吸いすぎると胸とか肩とか上がるから、ほんの少しでいいから、支えだから、その下っ腹と腰、後ろのね、腰とお尻ぐらいに力が入るように、吸ったら、そこから、ゴッゴッゴッ。ゴッゴッゴッ。ここからゲッゲッゲッ。オーケー、ブラボー。ゴーゲーゴー。オーケー、ここから上がってこい。ブラボー。泣く感じ。ゴーゲー。ブラボー、ブラボー、ブラービス、ブラジル、オーケー、もっと泣いていいよ。ゲン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 、泣く、で、それでもっと下に行く。ゴーゲーゲーイ、なんだろうな、支え、同じ、なんていうんだ、息を吸ったら背中が下がるでしょ？で、こう斜め下に下がって背中がいい状態で締まる。で、その状態のまんまそこで言う、ご、お、お、け、え、英語で、同じとこで言うために支えに力が入ったり、空間をもっと開けたりっていうのは必要だから、全然やっていいからね。OK？ はい。めいじゃ、ブラブラ。めいじゃ。こう、もっとこう、ゲッゲッゲッ、合わせる。ブラーボ、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 ブラーボ。それで、だから、なんて言うんだな、気をつけした段階で、気をつけして。で、指先に息を入れて、そこまで息を下ろす。そうすると、勝手に下っ腹とか背中に力が入るでしょ。はい。そのまんま歌ってみ。ゴーゲー。こっから上に上げてこない。こっから声を出す。指先から。ゴー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 。オーケーオーケー。今度はここに集中しよう。ここを締める。ゴーゲーゴー。メイヨメイヨ。ブラーボー。で、息を吸うときに、カズ君、ここがこうすごい固まるから、ってガーってなっちゃうから、息の玉をなんかこう入れる感じ。あれたら、ここが、こう、空間が下がるって、空間がこう、
保てるでしょ。ガーガー、決してここにこうあーって力入れるんじゃなくて、息するときに開ける空間を。ガーガーガー、開くでしょ。そうやってみ、メリョメリョメリョ、まだまだここが硬い、ガーガーガーって、ゴー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 、唇使ってゴーゴーゴー、でここの空間を作る、ゴーゴーゴー、ブラーボブラーボブラーボ、それそれ、わかる、ここの空間、カズくん。膨らんでる感じですかね。そうそうそう、ここがなんかこうなんか入ってるなんか入ってるって変な変な話だけど、なんかちょっとここ柔らかいまま、あ、そう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 、ブラボブラボ、あ、柔らかいまんまこう、はい、通ってここがこう空間ができるじゃん。はい、ジュゼッペもよく言ってたけど、ここの空間ってすごい大事なんだよ。ここがないと こう潰れたりすると声が出ないし、ここの空間常に作っておく。はい、ジュゼッペもよく下顎が伸びる感じってよく言ってたけど、このずっと下顎が伸びる、はい、あーあーああってずっと伸びる感じ、あーで、それでカズ君はまだゴーゲーの時に鼻にスッて抜ける時があるから、鼻に抜けないようにここ閉じて、開けて、上げて閉じる。鼻の通り道を閉じる。ああ。それで、この空間と、ここが楽に。両方だから。ああ、ああ。ブラボ。ラー。な、ラパチェ、ここ開けとく。ラパチェソー、ラパチェソーってなんだよ、ここで閉じる。鼻の、鼻に行かないように閉じる。ラ、で、あとここ開ける、カズ君は。ラパチェソー、ラ、ラパチェソー、めーりょ、ブラボブラボ。ね、ボレイポテルトットね、ボレイポテルトットじゃなくて、ボレイポテルトットスコールダンマン。これいいや、感情が入ればまあ。先行こう。まあ、オンにスワレツォエ。で、スワレツォエバーってな、みんななっちゃうから、スワレツォエバー、ここ、ここからね。座れちゃえば、ちゃんと支える、支えた状態で締めとく。そのまんま。いる。ブラボ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 。ラパチェトラ、もっともっと下げれる、もっと下げれて、もっと下、今ラちょっとだけ上がった、ラパチェトットってちょっと上がったから、同じとこじゃない。ラパチェトット。
ブラーボー。それで、まあ、慣れてくる。慣れてきたら簡単になる。そのパタンっていうのが分かればいい。はい、だパタンってするときに、こう体を使って、ふっってやって、ここだけ。あ、あ、あ、あ。あ、どこですか、胸ですか。違う、胸なんて、整体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 。整体のこう閉まったら考えじゃん。あーっていう。あーって感じ。そうそうそう、それをなんかアクートの時だけやる。はい、ミラーシャーでやるよ。ミラーシャー、ミラーシャー。そんなにだ、そんなにこう押す必要ないよ。ミラーシャー、ミラーシャーだって、ミラーシャーシャー、閉じたまんまポンってポンパタンパタンってする。ミラーシャー、ブラーボー。わかる。そうすると会いやすくなる。感じてくる。感じっていうか、感じっていうか、みんな、まあ、あの、俺が習った人たちはみんな使ってた、その、アクト出すときに。はい。うん。あー。声帯がこう、なんか離れないようになる。はい。ミラーシャーだと、ミラーシャーって開くんだよね。そのミラーって閉じるためにミラーシャー。ラッシャー、ラッシャー。あーでもいいけど、あの、それはだから、そのなんだろう、同じ位置で歌いながらやるんだけど、アクートに行くとどうしても上がってくるから、それをなんかこうパタンってする感じ。俺のイメージはね。あ、はい。結構それクーってじゃなくてパタンなの。そう、パタン。それもだから、うガン、ガンとかやるんじゃなくて、うわんってやるとどうしても、なんか変な音入るし汚くなっちゃうから、何事も固めない、こう。これだと思ったらみんな一個のことなんか固めたがるけど、口の形もこうだとか、あーとか、はい、顎もこうだとか、はい、こうもこうだとかなると固めちゃうんだけど、固めない。常に自由に。だけど、あの力入れるとこは入れる。だから、入れ方のあれだよね。入れ方の違いっていうか、こう入れてこう、とどめるんじゃなくて、入れ続ける。はい。はい。広がり続ける。ここもだから決してこう一回広げたら終わりじゃなくて、広げ続けた方がいい。偉そうに出すとってずっと家族の場合広げた方がいい。わかりました。偉そうに出すとリアに出すとメイジョメイジョメイジョ、そういうイメージ。 OK、で、あ、そうだ。あと、だから、その空間ね。空間の作り方。こう、鼻に息をこう取らないように、開ける。開けるっていうか、閉じる。その鼻の通り道を閉じる。ええ。あとは、ここをなんかこう、さっきも言ったように、柔らかい状態で息を通す。大きい、こう、息の筒をこう。あ、ええ、このまんま。偉そう、偉そう。で、それを固めない。広がり続ける。偉そうに出すとりや、偉そうに出すとりや、出るパストーレ。そうそうそう。どうしたん？なんなん？何？なんで？ああ、でも難しいですね。なんか。さっきはなんかちょっと違ったかなみたいな。いやいや、でもいいよ、いい方向には行ってる。だからカズ君、その声帯を締めるために支えるっていうのを忘れないでね。それが大事だから。結局声帯の締めと支えの、そうだから支えるから声帯が締まるの。声帯を締めに行かない、自分で、はい、ちゃんと息を落とすから声帯が締まる。
先に声帯を締めて支えを落とすんじゃなくて、息がその下の下までっていうか指先までストンって降りたら声帯が締まるかって。だそれ以上自分でガッて締めに行ったり、それ以下でもダメ、それ以上でもダメ。はい。そのバランスが分かるまではすごい時間かかるけど、でもできてるから、カズ君。そこの息をストンと下ろす練習をちょっとして、声帯がちゃんと締まった状態。なんか喋るときも、こうやっても、なんだろう、支えを落として、声帯を締める。はい。で、まあ、あとは、鼻に行かないように開ける。あ。鼻に行かないように。こうやって喋ればいい。まあ、喋る、こうやって喋る難しいけどね。あ、ずっとだから、こう、声帯がちゃんと閉まってる状態。はい。こう、あ、で、カズ君の前、ここも開ける。はい。あ。はい、どうでした？いかがだ、どうでしたっていうか、いかがだったでしょうか？K 君のレッスンを、聞いてもらいましたが、彼は普通の会社員なんですが、歌の勉強をしたいということで、僕と一緒に今、勉強しております。で、本当最初はね、高い音も何も出なかったんですが、今や、発声聞いてもらった通り、杖まで出るようになりましたし、で、今曲もね、アリアを歌えるようになりました。はい。まあ、コツコツ、本当ね、昔の癖が強かったり、やっぱりね、昔の癖っていうのはやっぱりもう本当強敵で、本当、何年かやらないと本当はね、取れないんですが、まあ、彼が、ものすごい頑張ってるので、日に日に良くなっております。はい。というわけで、いかがだったでしょうか。皆さんも、オンラインリスン興味がある方は、また、下のアドレスからぜひ、送ってください。で、私事ですが、ちょっと筋トレをまたちょっと始めまして、まあ今ちょっとシーズンオフなので、僕の中では。まあ来年まで公演がないっていうことなんで、体作りをちょっとしようと思いまして、またちょっと筋トレ、毎日できる筋トレをね、ちょっとして、またちょっと、はい、頑張りたいなと思っております。ちょっと走る量もね、30分から1時間に、増やしまして、1日1時間と、あとまあ、自重トレーニングですね。あとピラティスをちょっと、やってます。はい。この調子でちょっと頑張っていきたいなと思うので、応援またよろしくお願いいたします。はい。というわけで、高橋達也でした。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。チャオチャオ。はい。というわけで、さっきからこの音が聞こえてると思います。シューっていう音ね。これね、今何を作ってるかというと、ボリーティっていうね、北イタリアの、まあ、料理です。何の料理かというと、セーダの、セロリと、人参と玉ねぎ、まあ、香味野菜ですね。と、あと牛肉の硬い部分。と、本当はなんかまあ、牛タンとか、あとはガリーナって、めんどりとか、を入れて、まあ、ちょっとまあ煮込みながら、肉が柔らかくなるまで煮込んで、食べるという。まあ、パルマはね、これは本当有名でして、まあ、このボリーティピエモンテーゼっていうのはピエモンテの本当は料理なんですけど、パルマもそのボリーティをするんですけど、でそのパルマの人たちはこのブロードを生かしてアノリーニっていうね、ちっちゃいパルミジャーノとハムが入ったパスタがあるんですが、パルミジャーノとハムだったかな、はい、まあ、とりあえず美味しいそのアノリーニで、まあ、調べてみてください。アノリーニっていうちっちゃいね、パスタがあるので、それをこのブロードとパルミジャーノをかけて食べるという。これがまあプリモで、うちはまあね、このボリーティっていうこの肉、煮込んだ肉を、いろんなね、なんだろうな、イタリアンパセリとニンニクのソースだったり、トマトとオリーブオイルのソースだったり、まあいろんなソースを作って、それをかけながら、食べるという、料理でございます。で、我々夫婦はパルマに結構いたんですけど、嫁はでもパルマすごいな。僕はまあ2、3年かな。3、4年いたかな、パルマには。で、その時に覚えた料理です。で、急に寒くなってきたんでね、嫁が急にパルマの料理が食べたいということで、スーパー行ってきて、
買ってきてくれて、材料を。じゃあ、作ろうということで、今作っております。嫁がもうすぐ帰ってくるので。はい。喜んでくれたらいいなと思います。